皆さんこんにちは、ケイスタンダードスタイルのケイです。今日はこのダブルのブレザー、いわゆる日本でいうところのニューポートブレザー、これを着て1週間のスタイルを紹介してみたいと思います。まず月曜日はパワーデイということで、オーソドックスなスタイルとしてまとめてみました。中にシアサッカーのベストを彫り込んでみました。そしてレジメンタルタイにカラーピンを刺しました。足元にはプレントを持ってき、そしてウールのトロパンツを履きました。ごくごく普通のオーソドックススタイルとなります。ボタンは下一つかけるだけでもいいですし、すべて止めるだけでも問題ないですね。あるいは上だけ止めるということもあるかもしれません。こんな感じでまとめてみました。もう一つちょっと今風なスポーツ感覚なスタイルを紹介してみたいと思います。はい、このようにハットをキャップに変え、そしてプレントを白スニーカーに変えました。これだけで他は全くいじってませんが、ちょっと今時なスポーツ感覚のブレザースタイルとなりました。こういった月曜日も、まあ職種によってはありという感じですかね。火曜日はリネンのハットをかぶり、ロンストのボタンダウンに一本線のレジメンタルタイ、そしてホワイトリネンのベスト、ブルー藍染めのコットンパンツ、そこにホワイトバックスを合わせてみました。まあビジネスでこんな格好はなかなかないと思うんですけど、ちょっとダークボガードを気取ってみました。コートはステンカラーコート、マルマカンを着てみました。このような装いで火曜日ということにいたしました。水曜日はブルーのキャップにブルーのスニーカー、そしてシアサッカーのパンツ、それにチルデンベストを合わせました。ワイシャツはピンクのボタンダウンにグリーンのニットタイですね。今時なプレッピースタイルを気取ってみました。ピンクとグリーン、そして白、こうなるとプレッピーという感覚が出てきますよね。上から羽織るのが今シーズンの僕の好みですね。パンツを今年お気に入りのホワイトジーンズにしました。そこでジーンズに合わせるためにダーティーバックスを履いてみました。中にはクレイジーマドラスを入れて夏の感覚を出し、イエローのボタンダウンにグリーンのホリゾンタルニットタイを合わせてみました。やはりピンクと同様、イエローもプレッピーカラーということで、グリーンとイエロー、ピンク、プレッピーな色の合わせということになります。プレッピー風に仕上げてみました。そしてグリーンのコーチジャケット、コーチジャケットを上に羽織るのが今年の僕のスタイルです。こんな感じで合わせてみました。金曜日です。ノータイのスタイルをしてみました。チェックのウエスタン風シャツに、中に白の T シャツ、そしてコットンのスカーフを織り込んでみました。スカーフはあってもなくてもまあ構わないですけどね。そして極めつけは広幅のルーズパンツですね、白の。これを中心に組み立ててみました。バケットを持ってき、
足元には紺のスニーカー、こういった感じでちょっとルーズなストリートスタイルという感じですかね。ブレザーを使った、まあ例えばラグビーシャツでもこの中は OK なので、まあ、一応持ってきましたけど、アクセント周りにこんな感じでもういいんじゃないでしょうか。土曜日はハーフショーツにしてみました。マドラスのプルオーバーシャツを中に入れてみました。プルオーバーシャツとショーツだけではちょっと軽いので、キャップではなくてパナマハット、そして足元にはチャッカーブーツを持ってきました。軽いスタイルの時にちょっと重ための靴を履くのが僕のスタイルです。マドラスの点からこうショーツの上にこうやってかコートを着るのがなかなか僕は好きです。日曜日はクレイジーマドラスのショーツを選びました。足元にはデザートブーツ、そしてキャップは白のバケット、白のレギュラーシャツにインナーにホリゾンタルの T シャツ、そして肩には同じく T シャツの色を合わせたバーガンディのスウェットシャツ、胸にもバーガンディのポケットチーフを入れてみました。白のシャツは春夏何かと便利な白物ですね。中にどんなインナーを合わせてもそこそここなしてくれますので、色バランスを取るのに楽ですね。ということで今回はダブルのコンブレザーから7日間の着こなし、それを考えてみました。どうもありがとうございました。